ヨぶき。ヨぶき、ヨぶき、ヘブライ語、は、旧約聖書に収められている書き物で、ユダヤ教では、書書の範疇の3番目に数えられている。ユダヤ教の伝統では同書を執筆したのは、モーセであったとされているが、実際の作者は不詳。口頭批評に立つものは、紀元前5世紀から、紀元前3世紀頃に、パレスチナで成立した文献と見る。 ヘブライ語で書かれている。ヨブ記では、イニシエより、人間社会の中に存在していた神の裁きと苦難に、関する問題に焦点が当てられている。正しい人に悪いことが起きる、すなわち何も、悪いことをしていないのに苦しまねばならない、という、偽人の苦難というテーマを扱った文献として、知られている。ヨブ記は、平易なヘブライ語で書かれており、の二つに大きく区分される。原点は、 マソラ本文であるが、司会文書との相違点は、ほとんどなく、長期にわたって正確に伝承されてきたと言える。三文帳と陰文帳の表現方法の相違は、マソラ学者の間では久しく知られていた。このため三文に用いられる、ターミーム、緑用記号の形式を決定するのとは別に、主文学、呼ぶ器、進言、詩編のためのターミームについても議論を重ねることになった。 また、この相違によって、ヨブきの執筆には、多数の著述家が関わっていると結論する件が、もたらされたりもした。文書に不整合があり、ヨブきは、複数の別文書を編集して作成されたのではないか、エリフや神の次元は、五世代の追記ではないか、難解な表現は、アラム語やセム語等の転写ではないか等の議論絶えず、もともと複数の文書であったものを、 孟瀬五書の時代から、紀元前数世紀の長期にわたって一つの文書に、まとめ上げられたのではないかとも考えられている。なお、ヨブ記には、一般的に悪魔の王と思われているサタンが神の、前に現れている。ヨブは、宇都の地の住民の中でも特に高潔であった。彼は七人の息子と三人の娘、そして多くの財産によって祝福されていた。 ヨ部が幸福の絶頂にあった頃のある日、天では、死の午前にサタンほか、神の使い立ち、神教同役が集まっていた。あるは、サタンの前に、ヨ部の義を示す。サタンとて、ヨ部の義を否定することはできないが、サタンは、ヨ部の信仰心の動機を怪しみ、ヨ部の信仰は利益を期待してのものであって、財産を失えば、神に面と向かって呪うだろうと指摘する。サタンの試みは、 ヨ部の無償の信仰及び、無償の愛の世界観の否定である。神は余部を信頼しており、サタンの指摘を受け入れて、財産を奪うことを認め、ただし、命に手を出すことを禁ずる。サタンによって余部は、最愛のものや財産を失うが無くであり、罪を犯さなかった。サタンは、最初に敗北する。サタンは、試みが徹底していなかったため、 今度は、ヨブの肉体自身に苦しみを与えようと、サイド神に挑戦をする。サタンは神を挑発して、さらに、ヨブ自身に危害を加える権利を得て、サタンによってヨブは、ひどい皮膚病に侵されてしまう。当時の社会情勢下では、皮膚病は、社会的に死を宣告されたことを意味し、ヨブは、肺の中に座っていた。 ヨブの妻まで神を呪って死ぬ方がマシだと主張するようになるが、ヨブは次のように答えて尻ぞける。神はサタンに勝利する。そして、壮絶な陰文帳の議論が展開される。その後、ヨブの三人の友人、テマンジンエリファズ、シュアジンビルダド、ナーマジンツオファルが彼を慰めるべく、それぞれの国から旅してきた。社会的に死を迎えているヨブを訪問する行為は、 称賛に値する行為である。彼らは7日7番、ヨブと共に座っていたが、激しい苦痛を見ると話しかけることもできなかった。やがて友人たちはヨブに、ヨブが、こんなに、悪い目に遭うのは、実は何か、悪いことをした報いではないか、洗いざらい罪を認めたらどうかと議論し、身に、覚えのないヨブは反発する。彼らが交わした議論は主題ごとに5つの区分に分ける。 ことができる。また、呼ぶエリファズ呼ぶビルダド呼ぶツオファルという議論の流れが3回繰り返される。この議論の後、エリフの主張、ただし、呼ぶはそれに対して何も答えない、神の応答と続く。この一例の議論にはいくつかの傾向が伺える。サタンの試練にあって、苦しみの中で呼ぶは、憂鬱な態度で、自分の生まれた日を呪い、混沌に返したい。 死以外の解決方法を見出せないでいた。三人の友人はエリファズを筆頭に、慰めを兼ねて、因果律を解く。三人の友人の主張は、前述のサタンの主張と関連しており、神は正しいものに祝福を与えて、罪を犯した人に災いを与えるという因果王の、原理、因果王法は、倫理観を引き出す強い力になるが、社会的弱者や病人には過酷である。 お盾に、元の境遇に戻るために、ヨブが罪を認めて、神の信仰に戻ることを求めるというものであった。しかし、ヨブには、思い当たる不死がなく、冤罪を主張する。友人たちは、神はこの世を正しく裁いており、その裁きに疑念を抱く余地はないと必要に繰り返し、ヨブが罰せられた以上、彼は、間違いなく何らかの罪を犯したのであるから、神と和解して、 正しい教えを抱き祈るのが答えであると悟す。また、神の前では、正しい人間など一人もおらず、それぞれがその罪に応じた罰を受けるものであると主張する。ヨブは神だけが把握している認識できない罪まで問われるのは正当でないと反論する。当初からヨブは、無垢な信仰を持っていたが、サタンによる試練や友人との議論をきっかけに、 災いと罪との安易な関連づけに疑問を持ちながら、神自身の登場を待つところまで信仰について深く踏み込んでいく。ヨブは、議論を経て、ゴミである自らを無償で贖がなう方の存在を予告し、因果応報と異なる世界観の存在を宣告する。エリファズの主張は三人の友人の議論を先導しており、ヨブが飛んでいたことに対して、神の正義に照らした場合、 本来は貧しいものの所有物を奪っていた行為によるものなのではないかと断言す。双方は引けないところまで議論が進み、一方で、予部が権力を持って生まれ非道に奪い抑圧するものによって貧しく生まれ貧しく生きる、無垢の人々が自分と共にいることを認識するに至り、24の貧者の詳細が鮮明なのは、貧者の状況に目が行き届いていることを示している。 自分は因果応報の一般論だけではなく、どこかに結論を得なければならないことを知り、三人の友人に比べて言葉を増すようになる。予部は自らの正しさを確信し、友人は沈黙する。それに対してエーリフが起こる。三人の友は受けた災いのゆえに、予部を断罪するが、それに対して予部は自らの神に対する潔白を主張し、なおかつ正義を盾に引き下がらない。 このような堂々巡りのまま彼らがヨブの説得を果たせずにいるところにエリフが登場しヨブの罪を示せなかったことに憤慨しながら意見を述べる。エリフはヨブには罪があるかどうかは神が判断することであって議論の方法に問題があると主張する。仮にヨブの主張を認めると神の正義は完全でなくなり神の倫理が無秩序なものになってしまうことに 憤慨している。ただし、エリフの主張は、神の万能性に倫理の根拠を置いており、倫理的な関連性についてではなく、形式的な視点に基づいており、文章中の情報から評価することは難しく、文章中から明確な論点が導き出せる場合を除いて、詳細な解釈は避けた方が無難である。言葉を尽くしたヨブは、この苦難に関する疑問を保留すると、 内なる声に耳を傾ける。その時、嵐の中から神自身が予部に権限する。神は二度語る。予部は知識が欠如しているが正しく語ったと、神は評価している。因果応報が究極ではないということ。神は予部に戦いとして逆説的な質問を投げる。神は最初に人は、 神が創造した最高傑作であるものの神の計画の主人公ではないどころか想像に全く関与しておらず、神の活動の目的は人間の活動を超越したところにあることを指摘する。また、予部が知っていることを示す。予部は神の無償の行為の世界の中に生きていることを理解して知っている。自然現象を見て知っている。神には計画がある。 人間が世界の中心にいることを否定している。動物は奔放である。そして創造の神と救済の神は同一である。神は引き下がる予部に発言を求める。しかし、予部は自分の小ささを知り、神の活動の目的の中心に人間がいないことを理解して満足して知りく。神は予部に神を取るか、自分を取るのか選択を迫る。神に勝つには、 小さい存在の予部が、創造物の性格を変え、消滅させなければならないと、創造を否定しなければならないという矛盾がある。ましてや、神の性格を人間が決めているのではない。ベヘモットやレビアタンという、最も強い獣を象徴する、空想上の動物の解釈は様々であるが、素直に各々のの動物の性質や物語の意義を、考えて、予部が遭遇した混沌、災い、 ももたらすす動動物神ののの創造の活動の一部でであると理解することもできる。と、と理解こき世界には人が思い通りにならない災いがあるが、世界は災いではなく、すべては神の支配下にある。ヨブは神には計画が成就されつつあることを知り、新たな発見があり、神に出会えて喜び、自分の神への失礼に気づきごみと灰の上で伏して、自分を悔い改める。 余部の不満はなくなった。神の正義も災いも無償の愛に起因して無償の愛の中に成立している。神から幸福をいただいたのだから不幸もいただこうではないか。2時10分と述べたヨ部の正しさに帰結する。物語の結末において神の怒りは三人の共に向けられている。そして今回の議論の過程で傷ついた余部が彼らのために祈らなければ。 その罪は清められないと告げる。ヨブは三人が神の言葉に従って、生贄を捧げるのを見ると彼らのために祈った。するとその祈りは神に聞き入れられた。同時に神は、ヨブの失われた財産を元に戻すことについても、同意した。ここで、語り部は、家族と財産の返還、並びに神から得られた、あがないついて、以下のように述べている。そして、 呼ぶきを次の一文で結んでいる。呼ぶとサタンは、どこから来たのかという共通する問いかけに対して、呼ぶは、私は、裸で、母の腹を出た。裸で、そこに帰ろう。主は与え、主は奪う。と主張するのに対して、サタンは、地上を巡回しておりました。と異なる主張をするように、自分と創造主との関係の認識に相違がある。 これが38章以降の主の応答の中で生きており、ヨブは自分自身が創造主に与えられた客体に過ぎないことを理解する。ヨブは自分の出生を呪い、苦痛のために元のゴミに戻りたいと考えているが、エリファズはゴミから災いは出てこないとヨブの主張を否定して、地上的な願望のために神との和解を求めている。3人の友人はよく地上の世界観を理解して、 ヨぶに説いているが、世界の境遇は、人間の善悪の帰結であると説明して、神から与えられた人生の中に罪を見出そうとする、ゴミに過ぎない人間が、自分を我がものにする不幸と罪がある。エリフはヨブに対して、言葉は激しいが、ヨブと世界観は共有し、へり下り待つように伝え、憐れみ深い人を苦しめないとヨぶに伝え、主を待ち望む。ヨブの主張である。 不遇も含めて、創造主から人生すべてが与えられていることと、三人の友人が、神から与えられる人生を自分本位に善悪を判断している傾向が浮かび上がる形で、創造主の応答が内装されており、最終的に、主が呼ぶは正しいと三人の友人に説明する。財産を倍にされた後、ヨブはゴミに帰り、ヨブの主張の通り、全てが主へ捧げられる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。